大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、今日から始まる新しい、新シリーズですが、ポーゴ包囲網バラ戦葉っぱデスマッチリーグ戦と題して、タイトルをかけて行います。現在バラ戦葉っぱデスマッチチャンピオンである、ミスターポーゴをが、前回の、戦いで全く活躍できなかったと。でこれはちょっとどないかせなあかんということで、今回は、10名のレスラーが参加して、バラ戦葉っぱデスマッチのチャンピオンを決めるリーグ戦です。挑戦者じゃなくこの中で勝った者がチャンピオンになると、いうことです。だからポーゴとしては屈辱なんですよね。でも戦い抜かないと、ベルトを防衛ができないという状態になります。ちょっと、変則的なやり方ですけどもね。で、今日は5試合行います。試合しながらちょっと話しましょうか。で本日のカードはまず1試合目、大岡健対、ジ・アイスマンの試合をお届けします。5試合またいつも通りぶっ通しでいきますのでね。まずルールについてはバラ戦葉っぱデスマッチですので、ロープの代わりにバラ戦が巻かれていますので、今のような、ロープへの投げたっていうのが全部、余計、思いとどまる踏みとどまるか、被弾するという可能性ですね。で今戦っているのがマスクかぶっているのがジ・アイスマンですね。弾劾、爆弾デスマッチの今チャンピオンですね。ですので今回はこのジ・アイスマンが優勝すれば、WMW としては初めての2冠になるということなんですね。で対するは、白い T シャツ着てるのが大岡健です。試合時間は無制限一本勝負ですが、10分経過した時点で爆弾が爆発します。で、その周りの爆弾が爆発した時にある程度ダメージを、負っているレスラーは、そのまま KO になる可能性があります。10分だ と、 KO になる可能性はそれほど高くはないんですけども、一応そういう現象が見られます。でもちろん10分で、周りの爆弾が爆破されたにもかかわらず KO されなかったら試合は続行となります。でその時点で周りの爆弾が爆発した時点で、ほぼお互い両レスラーとも瀕死ぐらいまでのダメージを、負った状態での戦いになりますので、だいたいそれでいきなり大岡健が被弾しましたね。今のように、ロープワークの中で被弾をする可能性がある。で流血する可能性もあるんですけども必ずではないんですよね。さあ、レフェリーは、デスマッチ用の、ヘルメットをかぶったレフェリーにしてます。特徴としてはカウント等は通常なんですが、普通の速さなんですけども、倒れたらなかなか起き上がれないと、いうので10分経った時に、倒れてなかなか起き上がれないっていうのがこのレフェリーの特徴です。で当然、リングアウトもありませんし、ロープブレイクもありませんので、サブミッションを使うレスラーの方がやや有利かもしれませんね。うわ、大岡健3回目ぐらいですかね、引いたね。さあ5分が経過しました。残り試合時間5分、試合時間は無制限って面白いんですけど、爆弾が、爆発までが5分ということになりましたね。さあ10分で試合が決まるっていうのはかなり、クリティカル等がなければ、爆破を逃れることは多分できないとか。ジアイスマンも被弾しましたね。あ、ジアイスマンが、流血したようですね。このようにバラ戦に、被弾してから流血する可能性があるということですよね。であとは、ロープがなくてコーナーポストが使えないので、コーナーからの、飛び技が使えないというのが大きいですよね。あとはロープワークが使えないので、ロープに投げてっていうのができない。あと場外の攻撃もできないということですもんね。さあカウントに入りますが、カウント2ですね。
さあ試合時間は7分を経過しました。この試合のミソはやっぱり10分経ってからの、ギブアップもしくは3カウント取れるかどうかですからね。まあ、10分までにダメージが大きくて、KO される可能性もあるんですけども、さあこれはちょっとジアイスマンの方がまだ余裕が、大賀健は押されている感じでしょうか。まだこれ検証はしてないんですけども、この、10分経って爆弾が爆発するときに、どこにいるか、リングの中央にいる方がダメージが少ないのかなと、バラ線に近い場所にいるレスラーの方がダメージが大きいのかなっていうのもちょっとこう思ったりするんですけどね。どうなんでしょうね。まあその辺がそこまでリアルに考えられているのか。さあ残り爆発まで1分となりましたよ。さあまだ勝負が決まるそうな感じはないですけども、大賀健がちょっと押してますね。ジアイスマンが、流れがちょっとつかめない状態でしょうか。さあ試合30秒前です。爆破30秒前となりました。ちょっとね、大きい音が鳴りますので、皆さん気をつけてください。音量にはお気をつけください。音量にはお気をつけください。はい、さあ10分経過したところで、これで両者とも、おっと出ましたよ、ジアイスマンの必殺技が出ましたが、レフェリーがカウントに入れない。明らかに3カウントは入っていたでしょう。しかし今のはあの新しい必殺技ネーミング対象に、対象じゃないですね、ネーミング、された、技でしたが、カウントがレフェリーが倒れていたため取ることができませんでした。さあジアイスマンが避難しました。大賀健の方がこれはダメージは色濃いそうな、色が濃さそうな気がしますが、なんとか頑張っている感じ。さあバックを取ってバックドロップに来ました。さあ試合時間は11分30秒ですが、大賀健はカバーにはまだいかない。ジアイスマンがかきむして返します。さあジアイスマンの出ました、3、決まりましたね。リバースゴリースペシャルボムという技なんですけどね、絶対レイドっていう名前にしたんですよね。ただ、チャンピオンベルトを持っているので、エディットをいじることができないという、まあご存知の方多いと思いますけどね、試合時間12分0秒リバースゴリースペシャルボムでジアイスマン、まあまあデスマッチ系のチャンピオンとしては当然の勝利といったところでしょうか。このデスマッチはね、試合評価がなかなか低いことでが多いんですけどね、でこのように、2点、相変わらずの2点、ルールにしていますので、白星がついたレスラーは2点。今回の場合は、引き分けはまあないので、あ、両者 KO がある可能性としてはあるけど、10分やったらないでしょうね、ということです。2点、まずジアイスマンが1勝2点獲得となりました。じゃあこのままどんどん、あと残り今日4試合いきますね。2試合目は、はい、早くもチャンピオンの登場です。ミッシングリンク対ミスターポーゴの一戦です。では試合開始です。さあミッシングリンク、顔面が緑に、染まった、超人類じゃないですね、類人猿キャラですね。プロレススーパースターズという漫画に、出てきて、僕がずっと好きな、レスラーの一人ですよね。かなり 40代30の後半40歳40超えてからこのギミックに変わったレスラー、なかなか珍しいですよね。まあでもその当時はなかなか人気があったみたいで、結構有名なレスラーともやってますよね。対する、黒の T シャツを着ているのが、ミスターポーゴ、現在このバラ線葉っぱデスマッチの、チャンピオンベルトを巻いています。ただこのもう一つ前というか、先週行ってきた、リーグ戦で、一勝もできなかったんですよね。ファン感謝リーグ戦っていうのをやったんですけども、またよかったらその動画も見てもらったらいいんですけどね。1引き分けだけという記録、これはもう屈辱だということで、ミスターポーゴが雪辱を晴らすために、
汚名挽回ですかね。汚名挽回をするために今回のリーグ戦を開いているようなものです。ただポーゴとしては、優勝できなかったらベルトを奪われてしまうということですから、あまりこう得策じゃないというか不利な戦いではあるはずなんですよね。さあ試合は時間は早くも3分を経過しました。今回の場合はね、なんか10分で爆破しますので、その10分からの勝負が多いのかなと思うんですよね。もちろん、クリティカル設定は普通にしてますので、それ以外の技、通常の必殺技で、KO になる場合があります。だからその辺を考えると、ポーゴが火炎噴射でこうやって KO、 このリングで火炎噴射で KO って言ってやっぱり似合いますよね。さあノーマルルールだったら弱いポーゴがなぜこのバラセン葉っぱデスマッチだと強いのか。確か僕の記憶が正しければ、このポーゴは初代王者でありながら、2回ぐらい多分防衛してるはずなんですね。だからまだベルトを1回も負けたことがないんですね、巻いてから、タイトルマッチではね。その辺考えると、あとしかしポーゴが被弾しました。試合時間は5分を超えています。大釜攻撃でミッシングリンクも被弾、流血してますね。がお互い流血ということになりました。ただまあ、短期決戦にはなりやすいでしょうね。先ほどの試合と同じように10分で爆破してから試合があとどんどん決まっていくと、それほど長引くことはないので、今考えたら、1日10試合してしまった方が良かったかなと思ったりもしたんですけども、そうそう、前回ファン感謝リーグ戦の時には10試合やったんですけども、今回、5試合にして、一応と2週間ぐらいかけてやっていこうと思ったのは、単純にリアリティを求めたからです。1人のレスラーが1日1試合をするというのを考えると、10人のレスラーがいるとしたら、5試合が妥当というか当然なんですよね。そしたらまあ1日5試合で考えると、全部で45試合ありますので、一応45試合で9日間、今日が月曜日ですから月曜日から金曜日までやって、で、土日はちょっとお休みさせてもらって別の動画をちょっと作ったりしますの でそこからまた、来週の月曜日から金曜日まで、木曜日までやるんですね。で木曜日の時点で全45試合スムーズにいけば終わるはずなの でそれが終わったら、土曜日に、あ、じゃないや、金曜日最終日10日目に、決勝リーグをやる場合と、また何かボーナスマッチをやろうかなと思ってます。さあ爆破まで30秒を切りました。ミスターポーゴの火炎噴射が出ましたから、そこそこダメージは、ミシングリンクのダメージはあるでしょうが、さあ10秒前です。爆破して KO なるか、狂気攻撃のところで僕がむせてしまいました。さあヘッドバットで追い込んでいくミスターポーゴ、レフェリーは倒れていくか、さあ馬乗りになって顔面にパンチを振り下ろしていきます。さあレフェリーはなかなか起きません。たぶん40秒ぐらいかなですね。さあミシングリンクも、ヘッドバットが得意なレスラーなので、なるほど、これどうだ、あーっと負けミスターポーゴ初戦をいきなり落としました。ミスターポーゴ、チャンピオンベルトを巻いた男がいきなり負けてしまうという波乱のスタート。試合時間11分2秒、サイレントクラッチによりミシングリンクがミスターポーゴを下しました。いやーこれは波乱のスタート。同じチャンピオンでもアイスマンは一勝、まず手堅くしましたからね。いやーこれはポーゴ、大ピンチのスタートじゃないでしょうか。まあ今回じゃなくてもこうリーグ戦をずっと見てると、
やっぱり強いレスラーってずっと勝ち続ける傾向があるような気がするんですけどね。ポーゴ厳しいですね。ポーゴ今回のリーグ戦でもう引退の危機かもしれません。いやそんなことないですけどね。はい、じゃあ、次の試合いきましょう。マサ斎藤対源太郎という試合ですね。はい、では試合開始です。左のハーフパンツでもないんですかね、ロングタイツ、膝までのタイツを履いているのがマサ斎藤ですね。で、ショートタイツの、黒の、まあ、両方黒なんですけども、ショートタイツが源太郎ですね。マサ斎藤は皆さんご存知の通り、ゴーフォーブレイクの、恐ろしい肉の塊のレスラーですよね。で、源太郎は、インディーの中ではテクニシャンという、レスラーで、このファイプロの中では、隠れ腕一点集中攻撃型レスラーっていうんですかね、腕に意外とダメージを与えていくのが得意と。ただこの、バラセンハパデスマッチと相性がいいかどうかっていうのは全く別ですからね。あといきなり被弾をして流血もしてしまいましたね。源太郎は流血はあまり得意ではないはずですね。マサ斎藤が先に攻め、一手を打ったというところでしょうか。マサ斎藤としてはどっちかって言ったらじっくりレスリングをしていく、タイプで、相手をバックドロップとかありますからね。バックドロップで投げて三国固めもあります。さあ源太郎はこの一点集中型ですね。流血仕様が、腕を取っていくことになるでしょう。あ、しかし、源太郎がマサ斎藤を投げましたが、これはマサ斎藤が、耐えましたね。踏ん張りました。さあこの踏ん張るがね、どの辺のこう、確率なのかもよくわからないんですけどね。さあマサ斎藤がカバーに行きましたが、カウントは、ワンで返しましたね。さあ、パンチとエルボースマッシュでしたっけね、の打撃合戦はマサ斎藤がパンチが勝ちましたね。さあマサ斎藤はバックを、いやラリアットに行きましたね。そこからの、サソリ固めですね。さあ試合時間は4分を経過しました。今回の場合はあまりダラダラとした試合がならないので、短期決戦が、有利なレスラー、短期決戦が得意なレスラーが有利というところなんでしょうかね。ってなるとちょっと源太郎は腕をじっくり攻めていくというレスリングでは今回の戦いは不利なのかもしれません。さあ、再びロープに投げますが、マサ斎藤は耐えました。これはどうでしょうね。試合時間5分経過しましたけど、マサ斎藤の方がダメージはほとんどないとまでは言いませんが、かなりマサ斎藤の方が有利な状態ではないでしょうか。対して源太郎は流血もしてますし、いくつか技を決められてますからね。さあこういうじっくりした展開だとなかなか相手にダメージが与えられない可能性がありますね。さあ、あとマサ斎藤がちょっと呼吸が乱れたような仕草を今、見せましたが、まあ、短期決戦としてはスタミナをあまり気にしなくても大丈夫なような気がしますが、さあリング中央で腕を取っていきます。源太郎の攻撃に対してスタミナが奪われてるんでしょうかね。これはね、腕はまだ伸びてないようで、さあマサ斎藤のバックドロップが火を吹きました。試合時間は7分経過。カバーに行きます。ロープブレイクはありませんから、どこでもカウントもしくはギブアップが取れるという状況です。さあ源太郎が巻き投げに持っていって、そこからいいですね、キーロック、いいですね、古典的な渋い技が好きなんですけどね。さあロープに投げてマサ斎藤が被弾しました。流血はまだしてないもんですね。まもなく試合時間は8分になります。さあ源太郎はじっくりと腕を取っていきますが、これがどういう結果になるのか。さあマサ斎藤はちょっと疲れ気味ですが、爆弾が爆発した時での KO を狙うんであれば攻め続けたいところでしょう。さあキックパンチではまだ倒れませんが、さあ、ジャンピングアームブリーカーですね。
さあ腕をちょっとずつ削っていってるのは源太郎の方です。さあマサ斎藤が気合を入れました。バカまでは1分を切りました。さあ巻き投げで源太郎が投げてどうする。さあ腕を取っていきます。黄色くですね、全く今から爆破が起きるというようなこう危機感は全く感じられませんか。さあバカまで30秒を切りました。さあ20秒、さあカッターで持っていきましょう。お互い立てません。さあマサ斎藤がフラフラしてるがドーンできて、お互いまだ KO はしてませんね。さあここで源太郎がパンチで倒れた。カバーに行くがレフェリーがまだ倒れて起き上がれない。まだ20秒ぐらいはあるでしょう。さあバックドロップでマサ斎藤が追撃、これは効いたでしょう。さあカバーに行くがまだチェックいけない。さあカウントが入る、いやカラーは1で返される。明らかには3つ入ってたような気がしますが、さあマサ斎藤ちょっと腕が伸びてるですね。後ろからのラリアット、そして逆エビ固め、これは決まらない。まだ耐えますね源太郎。まだダメージに余裕があるのか。腰の、V ダメージですよね多分。さあカウントが入る、これは決まったか、返せるか、かー入りましたね。マサ斎藤がこれはまあ余裕の勝利といったところでしょう。いやー今回はさっさと試合が、あっさりと試合が決まっていって面白いですね。サクサク、いやこれだったら10試合した方が良かったかな。まあいっかね。試合時間11分36秒ひねり式バックドロップからの体固めにより、マサ斎藤が源太郎を下した試合でした。試合評価はやっぱり 51% ですね、低い。さあマサ斎藤がこれで、1勝を飾りました。さあ次の試合どんどこ行きましょうね。じゃあ次はこれですね、ジェイソン・ザ・テリブル対フリッツ・フォン・エリックという超異色対決ですね。では試合開始です。さあどうでしょうね、はい、左のホッケーマスクをかぶっているのがジェイソン・ザ・テリブルです。右の、青いパンツのガタイのいい胸毛の生えたおじさんが、フリッツ・フォン・エリックですね。先日あのアップデート、ちょっと前アップ、この前の前のアップデートで、この胸毛の、パーツが新しくアップデートで加わったんですね。ちょっと多すぎるような気もするんですが、まあまあこんなもんなんでしょうかね。さあレスリングスタイルとしたらジェイソン・ザ・テリブルはこういう怪奇派のレスラーなんですけど、意外と腕を攻撃するんですね。じっくりだから、ちょっとねロングマッチになるのはジェイソンの方ですよね。ただフリッツ・フェリックも、アイアンクローが得意なので、アイアンクローをが出ればもうフリッツ・フォン・エリックの勝ちって言えるぐらいかなりの、高ダメージを持っている必殺技ですね。ただ、試合時間10分までにアイアンクローが出るかというとそこまではちょっといかないかもしれません。まあ、フリッツ・フォン・エリックはこの異様な怖いオーラを出している。怖いってその、お化けの怖さじゃなくて、悪い人じゃないですね、あのヤクザっぽい怖さですね。ギャングとかそういう風に表現した方がいいですかね。そういうマフィアのボス的な怖さですよね。何でしたっけね、あの今日も朝なんか久しぶりに読み返してたんですけど、足立勝人さん、ミスター人って呼ばれた人ですね。アントニオ猪木とかジャイアントとかがいた時代に、プロレスラーだった、でカルガリーで活躍されたレスラーの方が書いた本があるんですけどね、中島ラモさんとの対談形式で、クマと戦った人っていうタイトルだったと思うんですけど、それを読んでて、でフリッツ・フォン・エリックのことが多分ちらっと書いてあったんですけど、実際フリッツ・フォン・エリックって地元ですごい有名で、で、フリッツ・フォン・エリックが経営する銀行からギャラが払われるとか、なんか店もいっぱい持っててとかっていうのを言ってたんで、なんかああすごい人だったんだなと思いながら、ただのなんか日本人だと、日本のプロレスファンからすると、ただの握力の強いおじさんという形でしたけどね。リンゴを握ってジュースにできるっていう、
あと脚、あ、さあこれですね、ストマッククローですね。今じゃ考えれないですよね、握るだけで相手をギブアップさせるって。さあ、試合時間は5分を経過しましたので、爆破までは、残り4分近くになってきました。あっと初めての被弾は、ジェイソンですね。ジェイソンが被弾をしました。さあということは、フリッツ・フェリックの方がちょっと攻め込んでいるのでしょう。さあ、ジェイソンが腕を取っていきましたね。いいですね、三角締めの感じでしょうかね、これはね。さあカバーに行ったのはフリッツ・フェリックですが、カウントはまだ1ですね。ジェイソンもね、ネバールレスリングをするタイプなので、相手の技を受け切って、腕だけでなんとか勝負していくと。もちろんカバーもするんですけども、さあジェイソンとしてはじっくりレスリングをしたいところでしょうが、試合時間は3分ですから、あ、7分過ぎましたから、爆発までは残り3分を切りました。これ今回10分じゃなくて15分にすればよかったかなと思ったりもするんですけど、15分だとね、爆発までに、試合が終わってしまうのがあるんですよね。一回、以前に、バラセンハッパデスマッチのリーグ戦かトーナメントがなんかやったことあったんですけども、あれはトーナメントやったからですかね。さあフリッツ・ホエリックのドロップキックはかわしました。さあフリッツ・ホエリック、おー、ロープ投げられましたが、これはなんとか耐えたと。あんな近い距離で耐え、さあジャンピングアームブリーカーで腕を殺していきます。おっと、ジェイソンの腕殺しが一気に決まったと。いやー、フリッツ・ホエリック爆破するまでに KO と。いやー、こういうのパターンとしてやっぱあるんですね。いやー、爆発せずに秒殺とまではまあ言えませんけどね。試合時間8分42秒、ステップオーバー式のアームブリーカーでしょうね、多分ね。KO によりジェイソン・ザ・テリブルがフリッツ・ホエリックを下した試合でした。試合評価は低いですね、 33% というね。さあなかなか意外な展開が、まあすいません、本当にオーナーの個人的な意見なんですけども、僕はジェイソンが今回期待してるんですけどね、ジェイソン好きなんですけども、まああまり個人的な感情は入れずに実況していきましょう。で本日の最後の試合にしましょう。アシュラ・ハラ対ヒロ・サイトウの一戦です。では試合開始です。左の青いパンツが、アシュラ・ハラですね。で右の黒のタイツが、ヒロ・サイトウ。いやー、渋いところの対決ですよね。渋い対決。アシュラ・ハラは、天竜源一郎とタッグを組んで、名タッグと呼ばれた竜源法、ですよね。惜しいね、この人は。まあでもね、なんか何でしょうね、よくある、よくまあ有名な話は、豪快にお酒を飲んでお金をバンバン使ってたんで、もうほとんど残らなかった。で借金取りに追われて全日を追われるんですよね。ジャイアントバオさんに首を言わされるという、あれ試合に来なかったんでしたっけね、巡業に。なんかそのありますね。でもなんか最近、天竜健一郎が引退して、で、たまにこう、昔はこうだったみたいなことをやって、奥さんが病気になってっていうエピソードをたまに言うんですけど、見るんですけど、あれ天竜源一ももうお金なかったみたいですね、使いすぎてね。まあ おごりすぎたというか、後輩に飲ませるためにとか、雑誌記者とかとこう飲むためにとかでお金をどんどん使ったと。だからあんまりお金は残ってない的なことをこう、まあ、言ってたみたいですけどね。やっぱりでもそうですよね、ジャンボ鶴田はそれと全く逆だったんですよね。全くおごったりすることなく、堅実にずっとお金貯めてっていうことですけど、まあね、でもそれでもね、ジャンボさん亡くなっちゃったしとかって、いろいろ人生ってわからないもんだなと思いますけどね。ヒロ・サイトウはね、とにかくバイプレイヤーとして名を馳せたレスラーですからね。なんか、あ、
被弾しましたね。さあ流血も広斎藤がしましたね。戦闘音がね有名なレスラーですけど、これ何回も言ってますけど、僕ディック東郷は好きなんですよ。ミスター戦闘音と呼ばれてるディック東郷も好きなんですけど、広斎藤の戦闘音の方があれは効くやろうなと思うんですよね。プロレス好きの方だったらなんとなく理解していただけると思うんですけど、戦闘音で、それは何故かわからないですよ。技をかける方のレスラーが、全体重を当てるポイントで相手のレスラーのところに落ちてないような気がするんですね。前にもこの、動画の中で僕言ったことあるような気がするんですけど、要はちょっとずらしたところに落ちるんですよね。で、もちろんそのことでダメージを与えてるんですけど、全体重のポイントはちょっとずれてるような気がする。でこれは僕は勝手な個人的な理論ですよ。椅子を持って相手を殴るときに、本当に相手にダメージを与えようと思ったら、フルスイングした場合、その椅子の先端の部分を相手にの中心部分に当てるっていうことが多分痛いはずなんですよね。まあそれか、まあある程度だいぶ先の方ですよね。でも椅子の、根元の方をカウント 2.9 ですね、当てるとダメージは少ないというような理論があるような気がするんですね。ってなるとフルスイングはしてるんですけども、相手にはダメージがないというような、戦闘に対して、広斎藤の戦闘は本当にフルスイングで、ぶつけてる、思いっきり自分の体重を相手の中心部に落としていくっていうような風に思えてるんですね、僕には。だからこの人の戦闘は効くんだなと思うんですけど、ウィキに書いてましたよね。なぜ戦闘を得意技にしてるかって言ったら、自分が失敗した時にあんまり痛くないからって言って平気で書いてましたね。なんかこの人のなんかそういう、あっさりそういうことを言ってしまう感じが僕は憎めないんですけどね。さあカウントが入りますが、カウント2ですね。さあ爆破まで言ってる間に1分を切りました。さあ広斎藤がちょっとダメージの、色が濃いような気がするんですが、爆破まで30秒。あ、そしてその爆破する、場外の方に向かっていきましたが、被弾したのはアシュラ・ハラの方で、さあ10秒前どうなる、これはどちらか KO となるか、いや KO は免れましたね。さあ両者とも、流血した状態。さあキック一発で、アシュラ・ハラが倒れました。レフェリー隠れてますけどまだ倒れてます。さあ、バックを取ったのヒロでしたが、アシュラ・ハラが取り返して河津掛け河津落としで倒しました。さあ組み合って被弾したのはアシュラ・ハラ。さあ広斎藤戦闘音が出てないのはなぜかよくわからないですね、変なロジック。さあジャーマン、これどうだ、カウント入るか、返せるか、スリー、ああ決まりました。いやー広斎藤これは大逆転ですね。完全に、被弾するまでは、爆発するまではヒロの方が追い込まれていたんですが、広斎藤の方が勝ちました。試合時間11分8秒、高速ジャーマンスープレックスにより、広斎藤がアシュラ・ハラを下した試合でした。いやこういうのもあるんだな。はい、ということですね。じゃあ一応、もう動画30分も越しましたので、一旦ここで今日はお別れにしましょう。一旦というか今日はお別れですね。なんか面白いもんですね。前回、10試合やってたら1時間半ぐらいかかってたんで、まあ、ノーマルマッチっていうのもあったんでしょうけど、30分ぐらいだったらすごく短く感じてしまうような気がしますが、まあ、毎日、30分だったら 見る側の方も、見ていただけるんじゃないかなと思ったりもしましたんで、またそれはご意見ください。前みたいな、10試合やって2時間ぐらいがっつりやる方がいいっていう意見が多ければまたやってみますし、まあ30分ぐらい、もしくはもう、1試合ずつの方がいいかなっていう方、1試合ずつはね、ちょっともうさすがに当分の間、エキシビジョンとか
実況なしの時のために置いとこうかなと思って、で、こういう30分ぐらいの動画を、上げていくっていう風に、していきますので、またよかったらそれ意見ください。はい、というわけで本日5試合終わりました。5試合終わっての結果がこれですね。ミシングリンク、マサ斎藤、ジェイソン・ダ・テルブル、ヒロ斎藤、ジ・アイスマンが1勝して2点ずつ獲得、アシュラ・ハラ・オオカ・ケン、フリッツ・モエリック、ゲンタロウ、ミスター・ポーゴが、1敗という状態、ミスター・ポーゴがいきなり負けるという波乱の展開です。今回2週間9日間ほど月から金で、来週の月から金で、全10日の予定でやっていきます。ちょっとゆっくりやっていきたいと思いますので、またよかったら見てください。では、また。